ということで、山中カメラ最後のパフォーマンスに選んだ曲は、君といつまでもという曲でした。加山雄三の有名な曲なんですけれども、これとっても面白い手法を使ってました。まず最初に自分でビデオカメラを持ちながら歌って、会場の人と一緒に歌う映像を撮りました。そして、その様子を使って、最終的なパフォーマンスに仕上げるというものですが、この最初の会場の人と一緒になってビデオで撮ってる、パフォーマンスの前半をご覧いただきたいと思います。どうぞ。